タイトルは君に叱られた。若き猫のさっき今のラジオでもそうだし、まあ、事前にそのこの28枚のシングルは叱られる人の大切さに気づく爽やかな曲ですみたいな感じで言ってたと思うんですけど、結構タイトル直球っすね。今回君に叱られたっていうドンとダシュンと来ましたね。めちゃくちゃいや早く聞きたい。いつ来る？もうそろそろ来る、来るぞ。28枚のシングル君に叱られた、来る。いやーイントロめちゃくちゃ良くない？トゥンテレ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 ンテトゥンテレ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 ン、イントロめちゃくちゃ良くない？ふぅふぅって言ってる。ふぅふぅ。電車の中はうるさくて、知らずに声が大きくなってた。確かに結構爽やかっすね。めちゃくちゃアップテンポで。トンネルにいる前に急いで、暗くなった。まだで気まずい。聞こうとせずに押し続けた。いいっすね。どうするの？叱られてんのかな？あ、サビ来るの？あー、いい！何この繰り返すやつ、めちゃくちゃいいじゃん。なかあった、てんてでん、てんてでん、めちゃくちゃいいやん、サビも。わかった、わかった。めちゃくちゃいいサビ。愛がなければ生きていけないって。なんていい歌詞なんでしょう。いつもはあんな優しい君に叱られた。まあ、結構その、ね、叱られて本当にこう叱ってくれる人の大切さに気づく、叱られてありがとうみたいな、叱ってくれてありがとうみたいな感じの歌詞なのかな。まあ、だからすごいやっぱアップテンポで明るい曲で爽やかな曲ではあるんですけども、歌詞はこう結構胸に刺さるというか、こう考えさせられるような曲で、まあライブとかだとその、まあもちろん盛り上がるとは思うんですけど、もっと明るくてもぶち上がる曲っていう感じの明るい曲じゃない、そっちじゃない部類の明るい曲な感じしますね。まあもちろんめちゃくちゃ盛り上がると思うんですけど、全然今この話してて2番聞けなかった。サビに来たわ、2番の。なーだでん、てんこ、なーだでん。言葉が刺さってるのに。素直になれなくてごめん。うん。なんか、こう、叱られてる側がこう、主観っていうか、感じなのかな。まあ、それそうか。叱って、周りのこう、叱ってくれてる人の大切さがわかる曲だから。まあ、この曲の中の主人公というかっていうのは、や叱られてる側というかっていう感じですよね。いいね、めちゃくちゃ。てんてんてん。お、いいね。こうなんていうの、この変わることところ。例えば世界に君には、あーここいい、ここいい。でここまたサビ、歌おばかった。いいね、めちゃくちゃ。ねね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 ねなかった、なな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 。ちょっとなんか日向坂っぽさも感じるけど、歌おばかった。ねねねねねねは生きてはいけない、ここ好き、愛がなければ生きていけないってとこ好きだわ。あとここいつもは優しい君に叱られた。うん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 、あーめちゃくちゃいいわ。神だわこれ、神です、マジで。いやーいい、28枚目シングルいい、めちゃくちゃいいじゃないですか。
僕、カッキーこうセンターと先輩タペを分かった時に、あの、明るいこう曲がいいって、こう、まあ、生配信とかでも言ってたりとか、まあ、そう思ってたんで、まあ、それ通りというか、本当明るいね、カッキー、まあ、らしい、こう、明るい、爽やかな曲なのかなと思いました。はい、ということでね、ぜひ皆さんの聞いた感想とか、コメント欄で教えてくれると嬉しいです。あと、チャンネル登録と、高評価、ツイッターと、インスタグラムもやってるんで、そちらフォローもよろしくお願いします。バイバイ!